松田幸太、松田幸太、松田幸太、1968年12月3日対、は、日本の実業家、政治家、参議院、議員、一期、タリーズコーヒージャパン創業者、みんなの党筆頭副幹事長、広報委員長、参議院国会対策委員長、東京都総支部長、日本を元気にする、海外表などを歴任し2016年に、政界委員体、 1968年、母の実家宮義県塩釜市にて出生し、幼少期は東京で過ごす。1973年に水産会社に勤める父の転勤でセネガルのダカールに渡り、1978年に帰国。1979年にアメリカ合衆国マサチューセッツ州レキシントンに渡り、高校までを過ごす。中学。 高校とサッカー部に所属し、州大会で二度準優勝を経験した。1986年に日本に帰国して、筑波大学国際関係学類に入学し、大学4年までアメリカンフットボール部に所属した。この間に弟が若くして亡くなる。1990年、大学を卒業し、三和銀行、現、三菱 UFJ 銀行に入校。 土浦支店に配属された後、1992年4月に赤坂支店、1995年1月に池袋西口支店に配属。同年12月に親友の結婚式で渡米した際にスペシャルティーコーヒーに出会い、その後アメリカシアトルのタリーズコーヒーと日本での展開の交渉を続ける。1996年6月、 高校時代から描いていた食分野での企業を実現するため、三和銀行を対抗。同年9月に、シアトルのローカルコーヒー店、当時5店舗。後に倒産のタリーズ経営者と日本での営業権を交渉し、1997年1月にタリーズコーヒーの日本での1年間の独占契約権を得て、8月7日に、 東京都中央区銀座にタリーズコーヒー1号店を開店。開業資金のために借金7000万円を背負い、それを全額返すために朝から晩まで店に立ち続けた。1998年5月にタリーズコーヒージャパン株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。二千一年にナスダックジャパン、現、ヘラクレスに株式を上場し、二千二年に 持ち株会社体制に移行、フード X グローブ株式会社。2004年に、フード X グローブを運母により非常常化し、2005年に、日本における、タリー S 商標権を完全取得。2006年には、伊藤園に、安定株主として、過半数の株式を売却。2007年に、世界経済フォーラム、ダボス会議の、ヤンググローバルリーダーズの一人に選出される。 その後、1年かけて、全店を回り、タリーズコーヒージャパン株式会社社長を退任。2010年3月、ハワイの人気店 X、N シングスの世界での展開券、アメリカを除くを取得し、日本一号店を東京、原宿にオープン。パンケーキブームの火付け役となる。タリーズコーヒーの社長を退任し、海外の和食ブームを予感し、 和食店の展開を考え、シンガポールで新たな事業を模索していた最中に、窮地だった朝尾慶一郎衆院議員。当時、みんなの党に、一緒に日本を立て直そうと誘いを受けたのが、政界入りのきっかけだった。2010年7月11日党開票の第22回参議院。議員通常選挙に出馬、みんなの党公認、東京都選挙区。選挙では、堀江貴文。 藤田進、今日、沢加穂子の支援を受け、小池明、日本共産党を下して、再開統制を果たす。2010年9月29日、中国建国61周年を祝うレセプションに、出席した。2012年、みんなの党広報委員長及び、東京都総支部長。2013年8月に、党筆頭副幹事長。10月に、党参議院国会対策委員長。 代理。2014年4月に、党参議院国会対策委員長などを歴任。9月には、参議院議員運営委員会理事に就任した。同年11月28日、みんなの党会頭に伴い無所属となり、12月18日に、井上義行、山田太郎、山口和行、田中茂、行田区二子と共に、みんなの党の参議院会派を離脱し、新会派、 日本を元気にする会を結成し、会派代表者に就任。2015年1月に、井上、山田、山口と次世代の党を離党したアントニオイノキを、加えた5名で、政党、日本を元気にする会を結党し、代表権幹事長に就任する。同年夏の平和安全法制審議では、9月16日に、自民、公明、元気、次世代、改革のご党で、 関連法案成立に向けて連携することを確認した。2016年6月2日、第190回国会が閉会した翌日に、党代表権幹事長の辞任届を提出。辞任の理由を、政党要件を失ったまま、党政拡大を実現することができなかった。その責任を取ると述べた。同年7月の第24回参議院議員。 通常選挙に出馬せず、任期限りで政界を引退。政界を去る理由について、政界では、社会、ビジネス界の常識が驚くほど通用しない。自分がいるべきところではないのではないかと思うに至った、と語った。事業管理手法のプドかサイクルの発想がないこと、契約を遵守する考えが欠如していることを指摘。また、みんなの党の分裂と、回答。 ベンチャー政党の決闘と挫折を通して、選挙で当選のことしか考えない、自己保身の国会議員の多さを感じた。理念もなく、有利と判断した党派へ変える。過去に対立し批判した党派にも臆面なく参加する、状況を数多く目の当たりにしてきたと述べている。2016年11月1日、株式会社ベアーズの社外取締役に就任。 株式会社ベクトル取締役、株式会社メディアフラッグ取締役を務めている。2歳下の弟がいたが、先日の通りすでに死去している。クローズアップ現代、NHK、NHK スペシャル、NHK、日曜討論、NHK、真相報道番記者。日本テレビ、ニュースゼロ、日本テレビ、朝まで、生テレビ。テレビ朝日、報道ステーション。 テレビ朝日、好きか嫌いか言う時間 SP、TBS 有吉ジャポンゴールデン SP、TBS、大田光の私が、総理大臣になったら、秘書田中、TBS、ご対面バラエティー7時に会いましょう。ニュース23、ガイアの夜明け、テレビ東京、ネプリーグ、富士テレビ、ゴールデンアワー、東京 MX、ニュースザップ、東京 MX、仕事手帳、 東京 MX、賢者の選択リーダーズ、MC、ゲスト、日経 CNBC ほか、プライムニュース、BS 富士ほか、TV、ネット、ラジオ等多数。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。